皆さん、こんにちは。メディアお茶チャーの加瀬子と申します。 今になって、えー、石川県知事がですね熊野と半島には来るなとか言ってたのに石川県には来てください金沢は影響ないんです金沢は観光大丈夫なんですほぼ通常通りですという完全なデマを言ってますけれども金沢市内の観光地はですね地震の影響でいま、えー、だ救援しているところが多いという情報を意図的に隠してますちゃんとそういうことも言ってこういうところは救援してるけれどもレストランとか、えー、そういうところは

いや言っちゃったんだけど、いや、撤退しますとかって言ってる、大嘘つき知事ですよ、またとんでもないあの発言をしております。で、えー、金沢市内のか、金沢市内は大丈夫なんで、奥の,戸は奥奥のと,とは、被害のあったのととはめっちゃ離れてるんです、金沢市内の観光、ぜひ来てくださいって言ってますけど、金沢市内の観光名所ですね、えー、1月18日時点で、えー、ほぼ休館とかですね、一部立ち入り禁止という影響が出ております。 ではありません、えー、金沢21世紀美術館というところは、えー、地震の影響で臨時休館しております、えー、それから兼六園、えー、相手はいるみたいですけれども、一部地震の影響で立ち入り禁止となっている、えー、それから金沢城公園も臨時、えー、休園、閉園ということで、えーまあ、市内のですね名だたる観光名所が、 やってません、現在。まあ、あ,のあとはね、兼六園は一部しか入れないと。で、そもそもですけど、まあ私、確あの金沢もう10回以上行ってますけど、金沢って申し訳ないんですけど、観光地あんまりないんですよ。あの金沢市内ね。あの <laughs> まあ これらも、じゃあどうしても行きたいところかって言ったら結構微妙なところで、金沢ってね、そんなに観光地ないんですよね。まああの、東茶屋街とか綺麗なね、あの、昔ながらの古い街並みが残ってるようなところはありますけれども、まあそのぐらいかなっていうところで、まあなんていうかね、あの、京都みたいにいろいろお寺があっていろいろみたいな感じではない場所なんですよね。だから結構観光って言われても、 何観光するのっていいうとところだと思いますで何観光するのっていう中で、まあ、この3つ結構しないで代表的なところなんですけれども、えー、やってないところ一部立ち入り禁止になっているところも多いでも観光来てください韓国やだ。ら観光って何何すんのっていう話ですよ。 いやそれだったらまだ金沢市内のボランティア来てくださいって言った方がいいんじゃないですかっていう感じですよね。えー、というわけでね、ね能登半島には渋滞だから来るなって言って支援を遅らせたあ、ねまあ、とんでもない人災をまき散らしたあ石川県知事、長谷ですけれども、えー、今度は今になってですね石川県には来てください金沢には影響ありませんみたいなことを言ってますけど金沢市内の観光地は地震の影響で救援しているところも多いという情報をちゃんと伝えないと 言ったけど休みじゃんっていう話になるので、ちゃんとですね情報を正確に伝える、なんか結局、なんかこの石川県知事のやってることって、不都合なことは隠して、都合のいいことしか言ってないんですよ。 なんでじゃあ観光来てください。でも、21世紀美術館をやってません。兼六園は一部立ち入り禁止です。えー、ね、えー、金沢城公園をやってませんっていうことをちゃんと言えよっていう話で、まあ、本当にですね、無責任だなと、来るなと言ってみたり、来てと言ってみたり、いや、能登半島と石川、金沢が離れてるからとかいう問題でもないし、そもそも金沢駅から 車で20分ぐらいの内棚町が液状化でめちゃめちゃひどくなってるわけですから、まあ、そういうところもちゃんと言った上でだけれども市内の例えばレストランとかは普通にやってますよっていう言い方にしないとんで冬はねこういうねカニがおいしいですよとかこういうものがおいしいですよって言った上で伝えないとじゃあ観光って何するのっていうかここ休みじゃんっていう話になるのできちっとですね情報を提供していただきたいなと思います。